キリスト教会がお送りする世の光世の光の時間ですいかがお過ごしですか今週担当します原田則夫です今週はご一緒に新約聖書コロサイ人への手紙に耳を傾けたいと思います三章九節後半から十節前半をお読みしますあなた方は古い人をその行いとともに脱ぎ捨てて新しい人を来たのです 古い人といえばいわゆる古参とか老人を思い浮かべるでしょうか新しい人とは新入りとか新人でしょうかいわゆる時間的な違いですねところがこの手紙は質的な違いを語るのですすなわち古い人とはまことの神様に背を向け罪の奴隷状態にある人のことですそれに対し新しい人とは救い主イエス・キリストを信じ 罪の奴隷状態から解放され神様の光の中を歩む人なのですところで新約聖書にオネシモという人が出てきますが彼はピレモンの家の奴隷でしたそのオネシモが主人のものを盗んでローマへ逃亡したのですところがオネシモはそこでく,しくも不協活動の家に当時の支配者の手で囚われの身となっていた使徒パウロと出会いパウロを通して 自分の罪、過ちに向き合い、改心します。新しい人に生まれ変わったオネシモは、ピレモンの家へ戻されます。ただその時パウロは、もしも損害や負債があれば、それを自分が代わって支払うとピレモンに約束した上で、オネシモを奴隷としてではなく、愛する兄弟として受け入れてほしいと頼んだのでした。 当時は階級制度の社会で、奴隷は人間の階級に入っていませんでした。生きた道具に過ぎなかったのです。シトパウロは奴隷解放運動を起こしたわけではありません。ただピレモンが新しい人に生まれ変わることを助けたことで、実態を変えたのです。生まれや身分がどうであれ、愛する兄弟というたった一言で、この隔ての壁を壊してしまったのです。そうです。 新しい人とは救い主イエス・キリストを信じ罪の奴隷状態から解放され神様の光の中を歩む人なのです新しい人は互いに神の家族として尊重し支え合いながら清い光の中を歩むことを目指します実は今日あなたも古い人を脱ぎ捨て新しい人を来ませんかと神様から呼ばれているのですその招きに応えませんか あなたの上に神様の祝福が豊かにありますように。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。期間を過ごしですか。今週担当の原田のようです。今日はご一緒に新約聖書コロサイ人への手紙から。新しい人が身につけるものについて、耳を傾けたいと思います。三章十二節後半、十三節前半をお読みします。 深い慈愛の心親切謙遜乳和、寛容をきなさい互いに忍耐し合い誰かが他の人に不満を抱いたとしても互いに許し合いなさいここでは人と人との関係における大事ないわゆる徳身につけるものが挙げられています深い慈愛の心いつの時代にも病人老人子供たち ハンデのある人といった弱い立場にある人たちをその心の中に迎え入れる憐れみの心です親切年月を経てまろやかに熟成し粗雑なところがなくなった武道酒のように思いやりに溢れた優しさです謙遜古典ギリシャ語には怪しいものという言葉はあっても謙遜にあたる言葉がなかったと言います謙遜を学んでいる人からは傲慢が 消えていきます乳は真に怒るべき時に怒り間違った時に怒らない感情を制御できる心です。寛容特に侮辱を受けた時決して忍耐を失わない精神です。互いに忍耐し合い互いに許し合うことそれぞれは神の前には取りに足りないものですがただ 神の愛と恵みによって生かされているところに立ち続ける人に育つ心ですそして14節でこれらを一つに結ぶ肝心な結びの帯それが愛だと語り愛をつけなさいと締めくくっていますよく言われることがありますその身につけるものって窮屈じゃないんですか疲れませんかってそうですねただここで見落としてならないのが これらの身につけるものは皆救い主キリストとのつながりから来ていることですキリストの弟子となったヨハネという人は以前は漁師でした気性が激しく怒りっぽかったようで兄弟のヤコブと共に「雷の子」と呼ばれていましたところがその彼の心の中にキリストの愛の心が宿り晩年には「愛の師」と「神の使い」と呼ばれたのですいかがでしょう あなたも今日この手紙のすすめ身につけるものについて特にキリストの愛の心を心に迎え入れ新しい人としてご一緒に歩み始めませんかキリスト教会がお送りする世の光世の光の時間ですいかがお過ごしですか今週担当の原田則夫です今日はご一緒に新約聖書コロサイ人への手紙が新しい人に勧める キリストの平和についいいて耳をを傾けたいと思まますす章15節をお読みしますキリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさいそのためにあなた方も召されて一つの体となったのですまた感謝の心を持つ人になりなさい私たちは日常生活の中でさまざまな出来事によって心が揺れ動き自分を見失う時があります そんな時私たちの心がキリストの平和で治められるようにと進めるのですところでキリストの十二弟子の一人にマタイと呼ばれる人がいますレビと呼ばれていました彼は当時の支配者ローマ皇帝のために通行税や物品税を徴収する酒税人でしたこの酒税人は同じユダヤ人からはローマの手先とみなされまたローマの権威を傘に 死服を肥やしていたので人間のクズと下げつまれていました。ところがキリストはこの町中の嫌われ者主税人を静かに見つめ、一言声をかけたのです。私についてきなさい。この一言は主税人レビの心の内側を激しく動かします。レビはすべてを捨てて立ち上がりキリストに従ったのです。この時レビの心には 今まで味わったことのない不思議な喜びが溢れます一人虚しく闇の中を歩んでいた古い人レビが彼の心を照らす命の光キリストに出会い新しい人に生まれ変わったのですレビの心はキリストの平和で満たされ喜びと感謝の心が溢れ出ますそれで仲間たちや他の人たちも大勢呼びキリストのために自分の家で盛大なもてなしをしました しかし当然ながら非難の声が上がりましたところがキリストはこう語ります医者を必要とするのは健康な人ではなく病人です私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるためですそうですキリストは死に至る病である全ての人の罪をその身に負い十字架の上でご自分の命を持ってその罪をあがなうために来られたのです いかがでしょうあなたも心の扉を開き命の光キリストを心に迎えキリストの平和が心を支配する道へと一歩歩み出しませんかそして日常生活で感謝の心をあふれさせていただこうではありませんか「キリスト教会がお送りする世の光」世の光の時間です。いかかがお過ごしですか 今週担当の原田則夫です。今日はご一緒に、新約聖書コロサイ人への手紙が、新しい人に勧めるキリストの言葉について耳を傾けたいと思います。三章十六節前半をお読みします。キリストの言葉が、あなた方のうちに豊かに住むようにしなさい。キリストの言葉と聞いても、大抵は自分には関係がないと聞き流してしまいます。ところは 時折このラジオ番組「世の光」を聞いたのがきっかけで聖書の話を聞き続けそれまで気づかなかったキリストの言葉が心に響いてきたというおたりをいただくことがありますそれはちょうどある日の朝ふと庭の木に小鳥たちが止まっていることに気づいた時からそれまで毎朝来ていても気づかなかった小鳥たちの愛らしい姿がはっきり分かってくるのと似ていますそうです 暗闇の中を彷徨っていた古い人が救い主イエス・キリストを心に迎え光の中を歩む新しい人に生まれ変わるときキリストの言葉が心に宿るようになるのです昔イエス・キリストの後についていこうと心に決めた一人の女子中学生がいました在日韓国人の方でした彼女は生まれの違いから日本の学校の教室で生徒や また先生からもいじめられていましたそれでこのまま通称名を名乗るべきか韓国人の本名を名乗るべきかずっと悩んでいました本名を名乗るともっといじめられると考えていたからですある日彼女は教会の牧師先生のところやってきて輝いた顔でこう話しました牧師先生私本名を名乗りますそう言って彼女は新約聖書ルカの福音書を開きました あなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。この女子中学生は天国に書き記されている自分の名前が通称名ではなく韓国人としての本名であると確信したのですキリストの言葉が彼女に生きる勇気力を与え進むべき道を見いださせたのでしたいかがでしょうあなたは今日何かの事情でつらい思いをしていませんか 苦ししみみと悲しみの中でもがいていてませんかあなたも今日救い主イエス・キリストを心に迎えキリストの言葉を心に宿してくださいその時キリストの言葉があなたの生きる力となるでしょうあなたの上に神様の祝福が豊かにありますように「キリスト教会がお送りする世の光世の光」の,光の時間です。 いかがお過ごしですか今週担当の原田の則夫です今日はご一緒に新約聖書コロサイ人への手紙が新しい人に勧める知恵を尽くしてについて耳を傾けたいと思います3章16節をお読みしますキリストの言葉があなた方のうちに豊かに住むようにしなさい知恵を尽くして互いに教え忠告し合い使徒賛美と礼の歌により 感謝を持って心から神に向かって歌いなさい。キリストの言葉に耳を傾け始めると、それまで思いもよらなかったキリストご自身の一つ一つの言葉が教えが心に響いてきます。するとそれまでの友人、隣人に対する態度や関わり方、それに神様に対する姿勢が前向きに変わり始めます。例えば、 隣人が抱える問題があるとそれに対して一緒に答えを探し始めます友人が自分の犯した過ち罪に苦しみ痛んでいるのを知ると人事として知らん顔できなくなりますそればかりか不思議ですがキリストの言葉から流れ出る知恵を尽くして互いに戒め合い励まし合い助け合い元の道に一緒に戻って共にまた歩き始めようとするのですそうです 誰かが抱える悲しみや悩みがあれば共に悲しみ悩みます誰かが喜べば共に喜び合います誰かが罪に陥り苦しみ傷んでいるのであれば知恵を尽くして互いに教え忠告し合い悔い改めゆるしと慰めを共に味わいたいと変えられていくのですただこの知恵はどこで身につけるのでしょう生まれつきでしょうか収容によってでしょうか いいえこの手紙は2章3節でこう語っていますこのキリストのうちに知恵と知識の宝がすべて隠されていますそうです互いに教え忠告し合うためにはキリストの知恵知識が必要なのですそのためにはこの手紙が語る古い人を脱ぎ捨て新しい人を着た新しい生き方が鍵となるのですいかがでしょう 私たちを取り巻く厳しい状況はまだまだ続いていますがあなたも今日から神の知恵知識であるキリストを心に迎え新しい人として友と隣人と共に知恵を尽くして互いに励まし合いながら歩んでいきませんかあなたの上に神様の祝福が豊かにありますようにキリスト教会がお送りする「世の光」。 世の光の時間ですいかがお過ごしですか今週担当の原田のようです今日はご一緒に新約聖書コロサイ人への手紙が新しい人に呼びかける感謝にあふれて神に向かって歌うことについて思いを巡らしたいと思います3章16節をお読みしますキリストの言葉があなた方の地に豊かに住むようにしなさい知恵を尽くして互いに教え忠告し合い 人賛美と霊の歌により感謝をもって心から神に向かって歌いなさいこの歌詞は新しい人すなわち救い主キリストを心に迎えキリストの平和キリストの言葉が心に宿る人たちからあふれ出すのはただ感謝でありそれは心から神を褒めたたえる歌だというのですところで紀元 a d 112年の古い手紙に 驚くような内容が記されていました昭和ジア、今のトルコの北西部で国会に面したビテニアのローマ人総督プリニウスがローマ皇帝トライアンスに送った報告書ですそこに当時のクリスチャンたちの様子が次のように書き記されていましたクリスチャンたちは一定の日のまだ日が昇る前に集まる習慣があった神と人のキリストに賛美歌を歌い いかなる悪業にも身を任せないと誓う欺ま盗み会員から遠ざかり約束を破らず信頼を裏切らない集会が終わると解散しまた食事を共にするために集まる食事は普通の質素なものであるとありますこれはクリスチャンたちを弾圧し迫害した当事者の目に映ったクリスチャンたちの真実の姿でした。 するるる人はこう考えるかもしれません。キリストを信じた結果が迫害ですか苦難ですかそれなら信じない方が良いのではないですかとしかし事実は違いました迫害家の中で苦難の中で死と賛美と霊の歌により感謝を持って心から神に向かって歌い続けたのです十字架のキリストを通して神様の愛と恵みによって罪の奴隷状態から解放され 永遠の命をいただいて清い神様の光の中を歩む喜びの方が迫害による苦しみよりもはるかに大きかったのですいかがでしょうあなたも今日たとえ苦難試練の中にあってもキリストを心に迎え新しい人として感謝にあふれて心から神に向かって歌う日々を歩み始めませんかあなたの上に神様の祝福が豊かにありますように ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は全国7つの放送電動協力会の協力でお送りしていますところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか各地域の放送電動協力会ではあなたのお近くのキリスト教会を紹介しています最寄りの駅名もしくはバス停名を書いてお問い合わせくださいまた番組の係では分かりやすい聖書通信講座をご用意しています無料ののコースもありますので お気軽にお問い合わせください今日は四国福音放送電動協力会のお問い合わせ先をご紹介します郵便番号770-8691 770-8691徳島中央郵便局支所箱46番世の光です